うどんちゃんとピカピュータ対決。やばい。はい、ということで、はい、今回は、うん、まあ、沖縄チャンネルとか、まあ、ネタとかでね、よく絵を描いたりするお二人なので、はい、ちょっと今回、うん、絵描き歌に挑戦してもらおうかなと。お、新しいですね、うん、新しい、うん、絵描き歌って基本的に絵見ながら描いてたりとか、うん、完成図を知ってて描くから分かるじゃないですか、うん、なので、はいはいはい、一切何を描いてるのかもこのお二人は分からず、私が歌を歌うのでそれに合わせてもう想像力を働かせて書いてほしい。ああ、だからこれは本当にあの世界初ですよね。いや、世界初ではない。やったことはある？いや、一応あるけど小さい時ですね。ちっちゃい時ね。なってからはね、ちっちゃい時って思い出した。何？ヒート、はい、今俺ずっと背伸びしてたの。本当だ。強いな。一緒にやる。じゃあ残念だけど、うん、あんまり背伸びしても、うん、あ、今日身長でかいなとか思わなかった。はい、ということで、じゃあ二人に絵描き歌挑戦してもらいます。はい、はい、頑張るぞ。大きいドーナツありました。今まで描かないでよ、わざ。小さいクッキー食べたいな。飴玉三つ転がって、あ、チョコレート溶け出した、あっという間に。チョコレート溶け出した、何かな。何だろう。一番左小脇。これになりました。待って待って、ドーナツなんか出てきた。待って、なんで2人ともちょっとなんか垂れてるの。おお、すごい。おー、これは共通ですね。チョコレート垂れましただから。やばい。待って、両方目が虚無。ここはホラーの虚無。あの、多分気づいたと思うんですけど、うん、これってもうあれしかないですよね、一応。まあ、多分あれを想像して描いてる、ね、あ、なるほどね。うどんちゃんはこれは、じゃあ自分は何クマかもと思ったけど、全然完全に食べてるよね、これ。チーハチミツ食べたいな。食べたいなの顔じゃないよ、この目は。ジュンはドーナツは？ドーナツはもう、こういうことか。飴玉三つだ、これ。あ、飴玉三つ転がって、そうそうそう、チョコレート溶け出した。もうここまで来たら、あと口しかないですからね。まあ、そうだね。じゃあ正解を秋山が歌いながら、そうか、書きますので、うん、はい、じゃあどっちが似てるかっていうことですね。そうですね、はい、大きいドーナツありました。おお、小さいクッキー食べたいな。すごい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 、パーフェクトだよ、ここで。飴玉三つ転がって、花の上か、チョコレート溶け出して、あっという間にクマさんだ。なるほどね、耳のこの茶色の部分がチョコレートです、溶け出してってことですね、はい、チョコレート溶け出したんですか、そう。これ結構無理やりっすよね。ちょっとこれは出かけたってそういうものだから。どっちが近いかというと、うどんちゃん。はい、ということで、今回はくまさんを描いていただきました。なるほど、はい、いや楽しいね。どうでした？楽しい。まあ、でも難しかったですね。リベンジしたい。あ、おどんも、いや、楽しかった、本当に。じゃあ、いきますよ。はい、いきます。1、2、未確認飛行物体、下から火が出て飛ぶよ、熱くて焼け焦げちゃったなら、焼け焦げた、何かがはみ出てきたよ、さあ出来上がり。あ、もう未確認飛ぶたちかかけてない、焼き焦げて、ちょっともう、じゃあもうちょっと、もう一回だけど、もう一回、3、2、未確認飛行物体、下から火が出て飛ぶよ、熱くて焼け焦げちゃったなら、
何かがはみ出てきたよ。さあ、出来上がり。熱いでしょ。こんなリズムに乗らないで書くエヴァキュートある？熱いんでしょ。焦げてきたんだよね。なんだろう。完成図想像して、これは何かもなっていうのもちょっと想像しながら書いたらいけるはずよ。焦げてきた。お、歌歌いましたこれ。こんなに何かが出てきた。何かが出てきた。こんな2人とも未確認飛行物体すぎるな。純の意味やからいや、うどんちゃんのほうがなはい、ということで、面白いよね、うどんちゃん、じゃあもう想像で、想像で、はい、これは何ですか。トドアシカかメスがないけどぽいではあるけど、この辺の牙とかがトドっぽいけど、これは何。これあの、あち高校なんか、ああ、トドのヒレット、そうだけどこう尻尾、そうそうそう、暑いのみたいな、暑いのがここになるんだ。ここに来て、てる何かがはみ出てきた、本当に何かだ。トドないでしょそれ。これがわからない。じゃあ、うどんちゃんはトド、はい、ということで、ジュン選手はこれは本当にこれ何。もうこれカッパじゃないですか。おお、カッパ、これ照れてるカッパ。照れてるカッパ恥ずかしいな。なるほどね。照れてるカッパの幽霊。幽霊か。ただでさえ妖怪なのにまだ幽霊になる。じゃあちょっと正解書いてみますね。お、はい、未確認飛行物体、下から火が出て飛ぶよ、熱くて焼け焦げちゃったなら、何かがはみ出てきたよ。あ、なるほどね。カメなのね。カメか。正解はカメでした。でも、あーあーが一番わかりやすかった。これどっちが近いかな。でも近いの、どこ、マジで。どうなんだろうな。え、的には、じゃあ、独断と偏見で純選手。これか。嬉しくないな。納得してる。しっくりこないな。これで勝ちっていうからね。1対1か。そうですね、1分けということで。いや、悔しかったな、でもマジで。はい、はい、と合わせて、この動画がゆかさんにチームでチャンネル登録、アンサーに高評価ボタン、満たされるグッドゥー、逃げさびら、せーの、したいよー